熊本駅白川口にやってまいりました。このコーナー、熊本駅にまつわるさまざまな情報をですね掘り下げてまいりましたが、新企画でございます。こちらにありますね、熊本市電 A 系統 B 系統が走っております。もう熊本駅とセットになっておりますということで、熊本市電に乗って沿線をぶらっと散歩したいと思います。まずは大江戸交通局に向かいます。ということで9700型超低床電車に乗車。運賃はどこで降りても大人170円です。熊本駅を発車しました。中心部を抜け太閤橋を渡ると、熊本駅前から26分、交通局前に到着です。やっぱり渋滞がないんでですね、ストレスがないですね。スーッと着きました。熊本市中央区大江にある熊本市交通局。上熊本にある車両基地と同じく市電の車庫になっています。また熊本駅前を走る A 系統、上熊本を走る B 系統、すべての市電の運行を管理しているんです。まずお邪魔したのは資料室。交通局の歴史やお宝が詰まっています。この中で例えば一番歴史があるものって何になりますか？開業当時の乗車券ですね。これは大正13年8月1日から大正15年4月9日まで使われていた乗車券です。これも開業当時の市役所前をちょうど撮ってるところの写真ですね。大正13年、はい、でこう見ていただくところ乗り切れずにですね乗ってるんですよ。窓にものすごく人が乗ってたと。でその時に一つの流行語になったのが、はい、お急ぎの方はお歩きくださいこれ実はその当時の流行語になってるんです。熊本でですか？熊本市電です。はい、市電の開業当時の。歩いたが早かですよ。そう待っとったり言わせたことわからんって。乗れるかもわからんし。はい、さらにすごいお宝もありました。方向幕といって電車の上の方に行き先を表示するところがありますけど、川尻って書いてあるんですよね。はいはい、川尻って入ってる方向幕をですね、私も実物見たのはこれが初めてなんですよ。熊本市電は最盛期には川尻へ走る路線や水道町から藤崎宮前を経由して小貝橋や上熊本駅へ走る路線もありました。この他にもマニアにはたまらないお宝がたくさんありますよ。ご覧ください、こちらでは教習車って書いてありますけど、これおそらく運転手さんの教育が行われているところなんですよね。ちょっとお邪魔しましょうか。これ1063というのは熊本市交通局で一番古い車両で、昔の昭和時代のですね交通局カラーですね、オリジナルの。皆さん女性の運転手さんですね。今やってらっしゃる方も、車両のハンドル握ってらっしゃる方も女性ですね。こちらの3人、実は市電の運転手として教習中で、故障した車両を牽引する訓練を行っていました。なんで市電の運転手さんになろうと思ったんですか？もともと車掌をしてまして、はい、他の運転手さんを見ていてかっこいいなと思ったり、自分もやってみたいなと思ったのでなりたいと思いました。以前は駅員をしてます。どちらの？松浦鉄道の長崎出身なのではぁ、もともと車掌をしてたんですけど、はい、タイミングがお声がかかったんで、はい、以前は何かされてたの？同じく車掌をしておりました熊本市電の、はい、運転手さんを見て皆さんかっこいいなと思って、はい、自分も運転してみたいなと思いました。すごいですね皆さんパワフルでね。実際どうですか、こうやって女性の活躍が現場に増えていっているのは。皆さんもやっぱ気がつくところも違うと思いますので、女性目線、お客様もですね、女性の方もなられると思いますので、女性ならではの対応とかもあると思いますので、頑張っていってほしいと思います。うわ、現在、熊本市電の運転士は83人。そのうち2人が女性です。
こちらの3人も試験に合格すればこの春運転手としてデビューするそうです。さあ、この交通局会話もですね、様々な店がありますんで、ちょっとブラッと歩いてみたいと思います。わあ、心が来た、心来た。わあ、わあ、屋根の上ギャンナッツって。屋根上の機器をここから見ることができますね。この歩道橋を渡ったことあります。僕ちっちゃい頃、ちっちゃい頃というか中学生ぐらいかな、大英に友達と行くときにこの歩道橋を通りました。これ自転車で行けるんですよ。なんかこれ初めて見たときびっくりしましたね。こんな歩道橋あるんだと思って。交通局前の電停を横目に歩いてみると、おしゃれなお店を発見。ちょっと寄らせていただきましょうかね。わ、すごいすごい、階段のとこ、ほら、これ、あの、これ鉄瓶じゃないですかね。で、ガラス張りになってですね、目の前には電停も見えますよ。あ、こんにちは。何屋さんって言ったらいいかですか。そうですね、スイーツと、あと日本茶が楽しめるお店です。こちらではバスクチーズケーキが大人気なんですが、今の時期おすすめなのが抹茶といちごのケーキ。綺麗かですね。これ抹茶もタゲ入っとったでしょ。そうです、結構使ってますね。うわー、緑の深かも。はい。それではおすすめのセットを2階席でいただきます。うわー、目の前ですよ、ほら、ね、私が今朝降り立った交通局前、電停をめでながらいただきます。香ばしいですね。玄米の香りがふわーっと広がる深い味わいです。抹茶といちごのケーキは季節限定です。あー、抹茶茶の生地はえらいしっかしとんな。いや、もうしっとりもしっとりですよ。うまい。基本的にクリームもこの抹茶の生地のところもほんと上品な甘さですね。クリームは軽いです。で、この下の生地、食感的には生チョコに近いような滑らかで、あの、こちらテイクアウトもできますんで、まあお家で楽しむもよし、まあちょっと密を避けて、まあ午後のひととき電車をめでながらいただくもよしでございますね。ああ、優雅な時間を過ごせますよね。